この見える化ができるかできないかで会社の経営内容の8割ぐらいは決まってしまうかなっていうふうに思ってます。みんなで作ってそれを評価する、これをやり始めてからこの経営指針が社員さんの中にしっかり浸透していって、この指針はもっとこういうふうにした方がいいんじゃないかっていう意見が出るようになってきたわけです。情報共有をして見える化をして、それでその中で一人一人が働く人が全部考えて、私はこれをやったらこれこうなるなと、つまりみんなが経営者に見える。皆さんこんにちは。今回最終回となりました。今回はですね、経営指針についてお話をしていきたいと思います。皆さんいろいろな経営作物を作っている中で、あるいはですね、社員さんを雇用し始めている中で、社長はほとんどの社長はですね、頭の中で将来こうしたいしたいっていうものを描いてるんですよね。それからこういう人を評価したい、こういう人を評価しないっていうことも頭の中にあるわけなんですよ。それがその会社の価値観として位置づけられているわけですけれども、大切なのは